山際三人衆が新しく入ってくる。もう一回初めからちょっとやります。自分の言葉で相手を突き刺すというか、スッと針を刺す。ごめん、もう一回いきます。もう一回行こう。今なんかね、もう一回最初からやってください。この大変なところをちょっと乗り越えて。ずっと見ながら考えてたのが、なんか才能ってことじゃないな俳優ってっていうふうに思って、なんかやっぱり、まあ、才能って言っちゃうことでなんか隠されてしまうというか神秘化されてしまうものじゃなくて、本当に訓練というかトレーニングを積むことで達成できることっていうのが、まあ、あるんじゃないかな。めちゃくちゃならそっちです。そっちってどっち。そっちはみんな